ペンネームミーシャンパパさんでございます。やった、キセラジのゲスト赤瀬あかりさんだ、よきーハートいっぱいついてますワリンちゃんかな恋の行方の MV 何回見たことか、まさにリアルマリンちゃん。しずくたんもブラックロベリアも最高なんですが、特にあのキュートな制服姿に僕の心も征服されました。わらこの作品が実写化されるとしたら、マリンちゃん役は赤瀬さんしかいないでしょう。 YouTube はチャンネル登録してコスしながらの生配信も毎回楽しみにしてるんですよ、ということで、ありがとうございます。嬉しいお声ですね。ね、本当に皆さん熱いメールが多いんですよね、まあ、なんかこのキセラジ本当に熱い方が多くて、そうそう、熱い熱い、マジで熱い。いやでも本当に MV ね、はい、素敵ですよね。素敵、マリンちゃん、あの制服のマリンちゃん、あの通常のマリンちゃん、はい、マジでマリンちゃんでしたよね。あマジで、ね、あの笑い方、ね、そう、うん、絵と一緒じゃんと思ったんですけど、えマリンのやコスプレ、はい、で一番のこだわりって何なんですか。あの三次元味を結構出したくて、ほうほう、まあ、コスプレだけどあたかもそこに本当にマリンがいるような風になるように、ウィッグとか、うん、それこそメイク、カラーコンタクト一つ取っても、うん、ちょっと人間味があるように作っていて、金髪のウィッグだけど、うん、あんまウィッグ感のないように見えるものを使っていて、ファッションウィッグみたいな、はいはいはい、あウィッグにもそんな種類があるんですねそうなんですよ。ウィッグって言ったらウィッグしか分かんないです。そうそう、ウィッグの種類とか分かんないです。あるんだみたいな今思いましたね。